フェーリックス・アドルフ・シュマルは、ドイツ・ドルトムント出身で、オーストリアの自転車競技選手及び、フェンシング選手。1896年開催のアテネオリンピックでは、自転車競技のトラックレース4種目と、フェンシングのサーブルに出場。自転車競技では、同大会でしか実施されていない、12時間レースにおいて、314.997km を、 記録し優勝。しかしながら、同レースの完走者は当人を含めて二人しかいなかった。このほか333メートルタイムトライアルと10キロメートルレースにおいて、いずれも3位に入った。フェンシングのサーブルでは、当初は優勝することになるギリシャのヨアニス、ゲオルギアディスと、デンマークのオルガーニールセンにそれぞれ勝利していたが、当時のギリシャ国王、ゲオルギオス一世一家が、 会場に訪れた時点で、これまでの成績はすべて無効となり、振り出しに戻って競技が行われることになったことが、影響してか、再試合では1勝3敗の4位に終わった。その後、スポーツジャーナリストとして活動した。アドルフ・シュマール・ビオ、スタッツ、アンド・リザルツ。スポーツレファレンス LLC2020 年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 二千十八年八月二十日閲覧 .olympic.sats.ports.reference.com フェンシング g at the 百九十六アテナサマーゲームズメンズセーバーインディビジュアルアーカイブド二千二十年四月十七日アットザウェイバックマシンありがとうございます